マウンド上は野田。しかしね、堀内さん、はい、初回のその吉村選手の豪快な一発以外は通算ヒット8本打たれてますが、一応失点はありませんね。え、はい、これはこれもセーフ。これで30盗塁。アウトになるかなと思いましたね、加計さん。そうですね、あれだけピッチャークイックで投げてますからね、だ結局ね、この盗塁されるってのは読めないんですよね、はい、バッテリーがもうね、こんなところでね、クオに打たしてね、はいはい、なんてことはね、考えてないんですよね、はい、尾形がまず走ってから打つんですよ、はいはい、ですからああいうチェンジアップみたいなボールを追ってもね、うん、そのクイックをどんなにしても遅いボールを追っちゃいけないんですよ、はい、鉄則なんですよね、うん、それをクイックをわざわざして、うん、遅いボールを放るからおかしくなるんですね。ど真ん中にまっすぐ投げたって福岡は打ちません、そういうね、やっぱり試合の流れ、試合の中の中でね、うん、その自分がどういう今攻撃されてるんだというものが読めないからそういう間違いを犯すんです。盗塁は全部アウトになるようにできてるんです、うん、野球は、うんうん、だからそれがセーフになるってことはどっかでミスを犯してるんですね、うん、なるほどね、非常によくわかります。わかりましたか。わかりました、僕もよくそれ言われたもんですノースリーです。藤田監督のお話ですと、残り5試合あたりからとにかく日本選手権へ向けての本格的な試合ぶりをしたい、せっかくペナントレース勝ち取ってくれた、現在はちょっとやはりゴムを緩めるというような感じでいると。で、優勝するまでは9月8日までの試合に比べまして出すサインはだいたい3割ぐらいだろう、それまでを100とすると 30% ぐらいのサインプレーしかしておりません、そんなこと言ってましたがね、はい、でも言葉を全部鵜呑みにしちゃいけませんね今日だって、はい、あのやらないエンドランをやってるんですか、2回上田のところと山田のところでしょ、はい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 、だからそれが3割の中でやろうってやってるんでしょうね。そうでしょう ね、でもね、本当、はい、ね、もう自由勝手にやってますよ、うん、だからそういう余裕があるんでしょうね、はい、さあ1回のその先制ツーラン13号5試合連続。藤田監督言ってました、今シーズン優勝を振り返って一番嬉しいのは優勝を決めた日の吉村のホームランである、この数年の出来事を考えると本当に涙さえ出てくるってこと言ってましたかね。でもあの、はい、なんていうんですかね、こういう風にね復帰できる選手がいてできない選手もいるわけですね、はい、そういうところを見ますとこの吉村の精神力、はい、素晴らしいですね、はい、そうですね、ですからうです、ね、こういう選手がまた活躍すると、はい、いいお手本になるんですね、はい、そうですね。まあね、堀内さんだって札幌で怪我をするまでは不動の5番であれ5年連続ぐらい3割ですかね、そうなんです、ね、そういうバッターだったんですもんね、うん、僕はあんまりよく分かりませんけどもね、はい、僕らの感じでは、はい、あの足の怪我さえなければ今は巨人の4番バッターですよ。そうですか、掛布さんどうですか、と思いますね、しかしこの優勝の一発もさることながら、先ほどちょっとご紹介した、まあ、皆さんよくご存知だと思いますが川崎、その他笹岡ね、生きのいいピッチャーからこのところのホームランというのは価値ありますもんね、大事なところでピシッと打ってますもんね、ホームランだけじゃないですけど、でまたね飛ぶようになったんですね、復帰した直後ってのは止まらなかったんですよ、はいはいはい、左の足の押し込みっていうのができなくてね、でも今飛ぶようになってやはり何でもそうでしょうけど、はい、どっか悪いところがあったらそれをカバーするだけの工夫が必要なんですね。なるほど、そうね、今日のホームランを得て今年タイガース戦から6本のホームランになりますが、とにかく代打満塁というのがありましたね、堀内さん、はい、伊藤から、はい、それから昨日もあの代打ホームランがあるし、とにかくまあ
一本一本なんか意味のあるっていうか貴重なホームランがね、そう貴重で意味のあるホームランにしてやりたいんですよ吉村の場合はね。でも今年これだけの結果が出てくると、はい、来年は今度はハンデはない普通の状態だというふうに捉えるでしょう ね。ですからもうちょっと、はい、もう一つ上の段階で野球やらなきゃいけない、あそうですか、部分となると思いますよ、はい、佐藤さん、はい、それからね吉村選手ちょっと加計さんに聞いていただきたいんですよね、はいはい、あとホームランをね左方向に打つのは今夢らしいんですよ。どうしてもあの右方向のホームランばかりですのでね、そのあたりが本人はこれからの一番の課題だと言ってます。はい、山下アナウンサーが代理クッションしてますが、結局あの軸足、左足の軸足のその押し込みといいますかね、そういう蹴りというものが出てこないとそのレフト方向へのホームランってなかなか打てないんですよね。ですから、はい、左足の腰をボールにぶつけていくような形のその左足の蹴りというものがね、うん、出てこないとちょっと無理なんですね。今吉村君のバッティングというのはステップして非常に右足の壁を大切にして、はい、その開かない中でその腕のすごくうまい使い方というものがありますから、その中でその自分のバッティングを補っているんですね、はい、ですからもう一つその腰が回転してきて左足の押し込みというのができてくるとその状態でレフト方向へのホームランを打てると思うんですけども、まだその段階ではないですから、来年ぐらいそれが一つの課題というのは非常にいいことだと思いますけどね。一塁ランナーはダイソーの西岡、打席は途中出場の大森です。昨年のドラフト1位、この甲子園球場での今年のこの伝統の一戦の最初の試合にスタメンで起用されました。あれ堀内さん、あれ開幕ゲームでしたっけか、ヤクルト戦でアウェアそのサヨナラヒット、ね、サヨナラヒットかっていうのをね、左中間にね、そうそう、あれを栗山にファインプレーされたんです。ダイビングキャッチのね、はい、まさかというね、それでバッティングおかしくなりましたね。ああ、あれであれがヒットになってたら、はい、僕は今年下手をすればレギュラーだなんていう考え持ってましたね。ドラフト1位一塁ランナーは西岡、西武にドラフト外で入って今シーズン巨人に行きました。左キラーで今年は大活躍した西岡です。エンドランは失敗。昨日加計さんね、西岡選手があのタイガースが集中打で逆転した場面でね、センター前の打球ちょっとなんか僕らあれどっか他のこと考えてたのかなと思うようなことあったんですが、今日喋ってましたらあの打球の判断ってやっぱ難しいらしいですね。でしょうね、ま、なんか同じようなラインドライブでねそのまま伸びてくるんじゃないかと一瞬思ったっていう、それがそうじゃなかったってことを言ってましたがね。さあ大森のバッティング、そしてタイガース期待の野田のピッチング、この対決を見ましょう。ワンアウトランナー一塁、カウント2ワン、外にフォークボール決まず2エンド2です。堀内さんから見ていわゆるピッチャーから見てこの大森の素晴らしさって言いますかね、大きいのはね、はい、まだまだ打てるようなっていうかよほどいい当たりしないといかないと思うんですよ。ただこの子は非常にミートがうまいですね、はい、なんとかしようというバットがその最短距離からひょっと出てくるんですよね。ああ見送ったかなと思うと、はい、ポッとバットが出てきてカットするような感じ、はい、それがあるんですよ。ですから新人としてはちょっとこう、うん、くせ者だなというふうな気がするんですよね。なるほどね。これはファールです、まあ、今シーズン、試合数とか打席数は少ないんですが、しかし最初のヒットがいわゆる勝利打点というのはこういうところがやはりそのくせ者っていうかただもんではないというね。そうなんですよね、やはり何かこう大事なところでいい仕事をして光るものがあるという、はい、うん、加計さん、はい、はい、非常に柔らかいリストをしてますね、ですからどちらかというと体の割にはその長距離バッターで僕はないと思います、はい、中距離バッターのタイプだと思いますね。なるほど。ランナーまた走った、これは高いバウンド進塁打にはなりますが自分はアウト。そしてランナース、はい、生還して1点、サード岡崎
重な追加点が8回尾形生還です。で堀内さんね、はい、この選手会長ですね、打席に入る、ああこれは大森選手です、ご苦労さんという藤田監督でしょうか。昨年がまたあの素晴らしかっただけにね、今年この岡崎選手ちょっと故障がちょっとあったりして、まあ、いい時期もありますが物足んなさを感じるんですがどうですか。まあ、どちらかというとこう地味な選手ですからね、はい、これどうか、レフト向こう向き、追いつきました。今日はアクロバットプレーを見せる高井です。かなり前におりました。